こんにちは、ジロバです。今日はですね、1月7日、収録日ですけども、1月7日でございます。1月7日はですね、何の日か皆さんご存知でしょうか？ね、皆さんご存知ですかね？そうです。七草がゆをね、食べる日でございます。皆さん食べましたか？ね、1年間の無病息災をね、祈る、ために食べたら、無病息災になるやつですね。それをね、食べる日なんですけども、うちのペットもね、ぜひ健康にこの1年間をね過ごしていただきたいということで、今日はですね、私のペットであるフトアゴヒゲトカゲにですね、七草がゆを作ってあげようじゃないかということでございます。まず、皆さんね、七草言えるでしょうか？皆さんね、もうこれ常識ですよ。はい、常識ですよ。まず、鈴名、箱べら、五行、仏の座、かぼちゃ、ほうれん草、人参ですね。すみません、ちょっと忘れちゃいましたね。ちょっとカンペを見させていただきますけども、セリ、ナズナ、五行、箱べら、鈴名、鈴代、仏の座ということで、この7つの草をお粥にして、食べるのが七草粥ですね。はい、これをですね、ヒトアゴヒゲトカゲに与えていこうと思うんですけども、七草ね、調べたところ、ヒトアゴヒゲトカゲ食べれそうなので、まあ、とりあえず、少しずつね、ちょっとずつ入れて、お粥みたいにして、与えようかなというふうに思っております。はい。でですね、私、駅のね、前の、いつも僕が行っている駅前のスーパーですよね。あそこのスーパー皆さんご存知だと思いますけど、あそこのスーパーに行きまして、七草がね、あるだろうと思って、1月7日ですから、あるだろうと思って、行きました。はい。そしたらね、はい。ありました。こちらですね、まず、はい、株でございます。この株の葉っぱが、鈴名ですね。七草のうちの一つの鈴名でございます。こちらね、がありましたので、すぐ買いました。でですね、その隣に、ちゃんとね、セリも売ってありまして、小川セリ。誰だよっていうね、小川セリっていう、人、小川セリが売ってありました。はい。これで7分の2が揃ったわけなんですね。ただね、その行きつけのスーパーにこの2つしかなくってね、2草がゆしか作れないじゃないかということで、残りの5個をね、ちょっと遠いところのスーパーに探しに行ってまいりましてですね、はい。草でちゃんとまとめて売ってあるやつがありました。はい、こんな便利なのがあるんですね。よかったです。はい、ねえ、どうしようかね、これ。こんなに買ってしまったけどもどうしようか。この葉っぱは多分ね、株の葉っぱはね、大根の葉っぱと同じ感じだと思うんで、ケズメリクガメをね、リクガメと食べてくれるので、この辺はいいんですけど、これどうしようか。この4玉もあるこの株、もう僕が食べるしかないですね。ちゃんと、はい、美味しくいただきたいと思います。はい、ということでね、こちらの春の七草、根の部分はね、あんまり良くないので、葉っぱの部分を、
まあ、七草の草の部分ですね。これを使って、七草粥を作っていくんですが、お粥の部分ですね。お粥の部分どうしようかなということで考えてたんですけども、こちら。太顎ドライというね、太顎ヒゲトカゲ用の人工フードがございまして、まあ、これをね、ご飯に見立てて、水でふやかしてお粥みたいにしちゃえばいいんじゃないかと、いうことで、これと七草を、混ぜて、まあ、水でふやかしてね、七草粥、太顎バージョンをね、作っていこうかなと思います。では行きましょう。はい、それではね、早速作っていきまーす。はい、こちらがですね、はい、皆さんご存知、大根ですね。大根の葉っぱ、これが鈴代でございます。もう、ここしかねえけどな。はい、ここだけちょこっと入れます。で、次が、さっき出てきた鈴菜ですね。株の葉っぱですね。はい。そして、これが、仏の座ですね。トゲトゲした葉っぱのやつですね。これが仏の座でございます。で、次にこちら。こちらがセリかな?さっきも出てきましたけど、セリですね。で、これが、五行。五行ですね。ちょっとなんか、他の葉っぱとは違う雰囲気の葉っぱの色をしてますね。次にこちらが、箱べら。箱べとも言うそうです。箱べらでございます。はい。で、最後に、ナズナ。こちらが最後にナズナになります。はい。これで、計7種類の葉っぱが、あります。はい。この7草ね、7個の草をね、混ぜて、こちらのね、こちらでお粥を作って、こちらの7草を混ぜて、太顎用七草粥をね、作っていきたいと思います。はい。それではね、しっかり洗ってまいりましたので、こちらをね、入れていきますけども、先に、こちらのね、太顎ドライをお水で溶かして、お粥にしてまいります。シャラシャラー。水を入れまして、で、その間に、こちらの葉っぱをちぎっていくと。という感じですね。茎はね、あんまり好きじゃないんで、うちの太顎はね、葉っぱだけ入れていきます。もうこれが何なのか忘れちゃったや。草です、草。よし、だいぶふやけてきましたね。ほら、こう、指でね、潰れるくらいの感じになってきましたので。まあ、お粥と言えるんじゃないでしょうか。はい、このね、太顎用のね、お粥に、七草をね、こうやって入れましたら、七草粥の完成それではね、七草粥を太顎に与えていきたいと思います。はい、それではね、太顎ヒゲトカゲを連れてまいりましたので、七草粥のね、目の前に、置いていきたいと思います。果たして食べてくれるでしょうか?実食!ほい!ほら、七草粥だよ。今年一年、無病息災。いただきまーす。おお、食べてる食べてる。フードばっか、お前、おかゆばっか食うなよ。七草がメインやからな。フードばっか食うなよ。草も食え、草も。お、食べた食べた。なんだそれ。ナズナ、ナズナか、セリか。お、食べてる食べてる。お、食べてんじゃん。お、食べてますね。おかゆもちゃんと食べてくれてます。太あご、七草がゆを食べてくれてます。くれております。いい感じじゃん。美味しいかな?下手なん?食べる。美味しそうやん。うい。フードばっかやな。葉っぱも食わんかい。葉っぱがメインやから。微妙な顔、微妙な顔すんな、葉っぱ食べてるんだ。マジフードばっか食うやん。
お食べてますね。葉っぱも食べてますね。いい感じ。これでお前も無病息災不登校だ。今年、おお、そう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 、いい子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 。え、何まずかった？お、これも食べた。葉っぱも食べた。いいよ、今年も健康に過ごせるよ。お、いた。じゃあな、見ろ。あとちょっとだぞ。やっぱフードの方が美味しいからな。野菜食べないよね。フードと並べられるとね。まあでも、お粥にすれば、こういうちょっと苦味のある葉っぱも食べれるというね、昔の日本人の知恵なんかもしれんな。それを不登校が今、おい、行くなー。何を見つけたんだ。それクロコダイルスキンクのコオロギやから、ここにおるやつ。これ見つけたんすごいなあんた。いや、それはあんたのじゃないのよ。違うの。どこ、どれ、こっち、まさかの。いや、それ違う、それ違う、それ餌ちゃう、餌ちゃう、それなあ、なあ、おい、すごい獅子やん。その必死さが欲しかったんだけど、七草がゆに。おい、なしとんねん、お前。おいおい、危ないぞ。頼むけん、七草がゆ食うてくれー。